回はハーゲンダッツ業務用バニラ、これをねちょい足しして美味しくなるか試していく企画第3弾です。はい、第3弾です。今回もねルルカとシラスでお送りいたしますということでね。で今回ね試すものはこのね優しいトカチの飲むヨーグルトプレーン、これをハーゲンダッツバニラさんにかけてちょい足ししてね食べてみようと思います。ではやっていきましょう。ちなみにねこのヨーグルトさんはね某放送で使用したヨーグルトです。そうですね、あのペヤングのねマックスエンドかな、激辛マックスエンドかなっていうのでね、ちょっと口を助けるためにね買ってみたはいいんだけどね、あんまり助けにもなんない、何も助けにならなかったっていうねヨーグルトさん残ったので、ちょっとねバニラさんのちょい足しに使ってみようかなと思って取り始めました。無駄にしたらもったいないからね、まあ、普通に飲んでもいいんだけどね、普通に飲むよりはね、 無駄じゃないんだけどね、普通に飲む分に、うん、やっぱネタにね、ネタに走っちゃうんでね、よいしょ、っやっぱいつも思うけど気合入ってませんか自分。そんなことない、だからこう比べてみれば分かる。あ、分かる、分かりますか。今回に至ったらルルカさんの方がちょっと多いぐらいじゃないですか。そうでしょうか。ではね、トカチの飲むヨーグルトプレーンさんを追加していこうと思います。ではね、優しいトカチの飲むヨーグルトプレーン味を加えていこうと思います。どんくらいかけますかね今回は。ビャーっといきましょう。ビャーっとこんな感じで。そんなもんで、うん、OK ですか。はい、いいじゃないですか。私は自分のもうちょっと調整しますけど。あ、多いかな、ちょっと多いかなって気がするんだけど。そう、でもそうでもそんなビチャビチャってわけじゃないですけど、まあ、かけてみました。なんでね、ちょっといつも通り実食いかしてもらおうと思います。その裏で、まあ、シラスさんはシラスさんで入れていきたいと思います。実食中です。飲むヨーグルト、あーんと食べたことあるぞこの味。じゃあちょこの味シラスもちょっと食べてみたら、この味知ってるぞ。うん、あれだ。まあちょっとシラスさん待ちますかね。これあれの味ですね。バニラとのバランスによって変わるんですけど、あの味ですね。どっち多め、バニラ多め、バニラ多め。あ、でもうん、そうだね、やっぱバニラ多めの方がいいかも。ちなみにね、未だかつてないからさっぱりして美味しいね。さっぱり系だね。なんとなくほのかに分かった気がする。俺が言ってるのは、思ってるのは、あのバニラビーンズが入っているヨーグルト。そう名前はね忘れちゃったんだけど、ちょっとなんかあるんだよ。ちょっと高い気持ち高めのバニラビーンズの匂いがするヨーグルトがあるんだよね。バニラヨーグルトみたいなやつがあって、それだね一番近いの。そうだね、味としてはね、ほんとさっぱりしてる。美味しいね、さっぱり、うん、うん、夏に出会いたかったね、一品だね。もうね、今ちょっとね、秋にかけてね、ちょっと冷えてきてるんで、ちょっとって思うんだけど、特に今日ちょっと気温低めだからね。低めだけど、すっごいさっぱりして、美味しい。ほんとね、あの、多分ルルカさんのやつ入れすぎじゃないかな。私ぐらいのちょっと、うん、全然ちょうどいいっす。あの、ちょびっと入れて、まあ、混ぜて食べるのすごい美味しい。ほんとにヨーグルトアイス、逆に。そうのヨーグルト味、それぐらいね、近いです。まあそれに関して、それがハーゲンダッツとつかみがあるのかどうかって問われると、まあね、それはね言わない約束っていうね、いつものね言わない約束だね。でもうまいよね。多分ね、ヨーグルトを多めにすると、なんかそのバニラビーンズ味のヨーグルトになって、うん、これそっちに近い。ほんと私のヨーグルトちょっと目にすると、逆にあの、そんなにアイスのヨーグルト味みたいな、うん、アイスクリームヨーグルト味みたいな感じのデザートになるね、うん、っていう感じ。美味しい、これ。まずその辺はね、好みで分けたらいいのかなと思います、うん、まあ後でまた食べようと思うんですけど、まあこんな感じで、まあ、トカチ飲むヨーグルトプレーン、まあなんでね、別にブルガリアの飲むヨーグルトとかね、まあその辺使っても変わんないよね。 そんな多分何の飲むヨーグルト使っても変わんないし、あ、でもブルガリアの方がちょっと酸っぱめだっけ、確か。イメージだと、イメージはちょっと酸っぱめなイメージあるから、まあそれによって変わる、多少のね差はあるとは思うけど。あと飲むヨーグルトがほら、ブルーベリーとかさ、いちご味っていろいろ出てんじゃ ん、あれによってこの何アイスのフレーバーが変わる。あ、変わるね、いいかもね、いいかもしれないアレンジできていいかもしれない、うん、でいちご味とかちょっと試してみたいし、うん、っていう感じでね、今回は1回目はね、コーヒー系のね感じで、抹茶とココアだよ。だからコーヒー系っていうか、まあなんていうの、あれ説明しにくいけど、何系っていうのあるの、ココアだけど系統、まあ、ココアでいいのか。ココアはココアでしょ。だからさ、バーモーデのココアやって、まあ、抹茶やって、うん、抹茶オレやって、まあ、で3回目今回ヨーグルト、うん、あっち系はね別にあっちはあっちで美味しかったんだけど、うん、まあ、これはほんとさっぱり系の道を行く感じでね、かなり美味しかったです。いいんじゃないでしょうかね。まあこんな感じでね、今後もちょい足しですね感じで、ハーゲンダッツのバニラアイス
を美味しく食べる方法をね探っていこうと思いますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。お願いします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。